分な線を全部排除。でこれから下からこう。地味とはいえ。すごいなこれそういうなんか配線のぐちゃぐちゃ自慢とか結構あるどうよこれって感じ、タコ足配線自慢みたいなのあるネットで出て見ろ見ろわよっしゃ、階段の踊り場に倉庫を作ってるけども、これが塗装をするときに邪魔になる、ね、こんなとこに これをぶっ壊そうかな。まあ倉庫があれば便利は便利だけども、まあどうせなければないでいいからね。でも塗装ができるもんね、これがあるともう邪魔になるけん、ぶっ壊しましょう。こいつもテントも剥いで全部塗り替えたりね。きれいさっぱりなくなりました。あーえらいことやった。はい、残骸がこんなにたくさん、これも片付けるのが大変やな。はい、すっきりしました。